こんにちは、Pです。少女ボーズ4月25日お新聞です。はい、お知らせから見ていきます。はい、限定花嫁ハウが登場しました。城主様ってばエッチなんですね。これで満足していただけますか。はい、過激な感じですね。はい、はい、周り UR すごくね強くて私お気に入りです。はい、戦力以上のね活躍してくれるよね。うん、はい、まだ継続ですね。はい、服部半蔵も継続ですね。あれ、長宗我部は今日まであった気がするけど、どうなんでしょう。まだ書いてありますね。でも日にちが書いてないよね、これね。はい、あと競馬、うん、シャボン玉、あとはイベント、ゴニョゴニョです。はい、スタートします。今日ね、だから、フロートだったら、1時半までメンテでしたね。追加のメンテかな。また来たのか、凡人。また来たのか、凡人って。確認。また来たのか、ボンジ。あれ、もう朝引いちゃったから多分ない気がする。ないよね。はい、旦那様。あ、ハウですね。我を食べてしまいそうですね。限定花嫁。こんな風にお姉さんをからかって責任を取らなければなりませんね。あ、すごくセクシーですね。財宝の匂いがするぞ。何かいいもの。9時間39分後にイベント終了なんですね。あ、そうなんだ。じゃあ今日の夜中までなんですね。財宝の匂いがするぞ。あ、イベントのところに来たから、じゃイベントを引きます。長宗我部もほんと強いです。最近カエサルに私入れ替わっちゃってるかもしれない。はい、はい、あとマリンもね朝引いちゃってるかな。こちらは、はい、一生の約束。え？あ、そっか、横ですね。コンスタンティノス。周り、ネウさんの周りですね。中油、中国だって、美味しい。はい、これで花嫁さんの周りで宮本、あ、葉っぱの人ですね。エリア隊長です。エリアもね評価高いけど、私全然育ててないかも。え、持ってないのかもしれない。はい、ジンギスカン、はい、レオニダス。レムさんがすごくねセクシーだよね。レオニダスゴージャスってのかな。はい、隊長、あ、カーブ、カウンのガチャも、そうですね。うん、うん。
マーリンも来てます。あとはね、この辺これ欲しいけどな、なかなか設計図が出ないよね。はい、出ませんでした。これとまたこれにいた、はい、求人。これあとはないかな。あ、これね、競馬うん、これね、トレーニングがね、このパソコンでやるとボタンがよくわからない、押せない気がする、マウスだとね。あれ、違法？これは、あ、これか、これね、2回目、これ 1回目っていうのかな、1500消費して2回目に行くと思うんですけど、見て、1500分の392。これ2回目に行けない気がします、私はね残念ですね。でもね、文句1個出たかも。一番弱いフォームだったけど、魅力的でしたよ。どれだったかな、どこにあった、装備しちゃってるね、多分マーリンにつけてる。あー、早い早い、マーリンね、2000万は超えました。これこれ、綺麗な蝶のブローチ、これね、でもね、効果がすごくいい気がします。あの手広でね、ね、紫だから、ランクは低いと思うんだけど、貴重の祝福を獲得する。え？ 20% ですよ、これ。ワンターン前に所持者の生命値の 4% 回復。で、回復キャラだから、ね、マリンが落ちちゃうと困るからね、つけました。はい。いいですね。まだなかなか上がらないんだけど。よかった。あ、あれ？花嫁さん。どこ？どこどこ？はい、じゃあ限定花嫁さんです。あ、あの、あれ？じゃあ図鑑からね、見てみます。全体キャラの総攻撃、え、全体キャラの総生命もあるよ。力キャラの総防御、うわ、これはね、キャラの総攻撃と総生命やばいよね。これ強いよね、かなり戦力上がるタイプですよね。うん、うわ、6ぐらいまでは行きたいけど、多分ない。ない。これが、これいただくんじゃない？え、3個だよ。今ね、3個。で、あれ、どこ行っちゃったかな？限定は？激かな？はい。あ、うわ、すごくセクシーですね。マジで？うわぁ、蝶々の。これは人気出そうですね。あれ？ガチャ引ける、チケットどこかでいただけなかったでした？あれ？どこ行っちゃった？ここじゃないのかな？あ、これ、ん？こっちかな？これだね、はい。これが、30枚ぐらいいただけました？かな？ちょっと、覚えてない。はい、じゃあね、ただ待って。すごいよ、買ういっぱい。周りここにいます、私の周り、はい、アベロちゃんはね大好きなんだけど、今周りも大好きです。戦力以上のね活躍してくれるから、同じぐらいの戦力で相手に周りがいなければ、もう、うん、有利かな。逆にね、周りがいる人とはあまり戦わない。
蝶と壁が強い人ね。相手もね、カエサルがね、強かったから、カエサルを皆さん育ててると思うんだけど、蝶と壁育ててる人はね、ちょっと、これで終わり？勝ちにくいよね。じゃあ、おとなしく財宝をくれてやる。これで終わり？じゃあ私の場合カエサルより、あ、違う、超速壁の方がカエサルが戦力低いんですよ。それでもね、だいたい先に動いてるのかな。あ、でもカエサルの方が遠征値高い気がするけど、どうなの。遠征値に向くが低いからね。誰が最初に動くの？多分超速壁が動いてるんですよね。あ、自動にしないと無理か。あ、カエサルが動いてるよ最初。そっか、カエサルは単体、あ、列から、あ、列だから2体にしかダメージ与えない。え、いやでも3体も動いてるな。あれ、あ、でもみんな残ってる。あ、体も動いてて、これで超速壁が来る。そうだね、これで倒してるのかな、 MVP。 あ、みんな会心だよねこれ。あ、でも全部倒せてないよ。メロちゃん、あ、会心って何。まあね、ふふんって、え、まだ倒せない。あ、これじゃ MVP が超速壁じゃないのかな。あ、二人倒した。これ、これで終わり。あ、やっぱり MVP なの。おとなしく財宝をくれてやる。4億。アベノちゃんが3億でカエサル2億。戦力はね、一番高いのはカエサル。カエサル、超速壁、アベノちゃんの順ですね。あ、アベノちゃんもヒーリング多かったですね。はい。そうなんだ。はい。これ最後かな？ね、滑らかに動くんだけど、ちょっと引っかかるとこあるよね。はい、これで終了完了。あれ、え、あれ、こんなに少なかった。ちょっと UR と勘違いしてる。10枚ですね。あ、これじゃ入手できないよねきっと。これもこれだよね。あ、レベル9なんて言ったことないよ、アナヤムさん。あれ戻っちゃった。はい、どこ、はい、あ、13枚じゃ無理だね。はい、これそうだよね。でも、すごく戦力上がる気がします。いや、でも、確保できないな、これだと。今、15万まで来ましたね。はい。2億6995万5000。はい。これ、あと、確保できないと思います。はい。で、召喚？10万。
と45個足らない。ん、はい、あーこれ1個ね。今回もイベント13ですね。だからなかなか2週間、あ、なんか少なくなったよね。前は21日に伸ばしますみたいな告知来てたけど、2週間になりますという告知は私が見てないだけなのかな。来てない気がするけど、これだと上がらないな。60になるにはちょっと引かないとね。あれ、誰か引いたかな。ごめん、見てみる。あ、これ、あ、そっか、まだ見てなかったよこれ。なんだろうこれ。あ、ユニバース、あ、投稿の歌ね。あ、え、何番だった。ユニバーサルで32位で、モンサーまで10位、ギリギリ。はい、これも温泉ですね。あ、やっぱりメンテナンスね、2回してたよね。1時21分。宝箱娘が見逃してしまったこと申し訳ございません。お詫びとして皆様に。あ、個人ランキングと同じの、はい、延長により、はい、あ、600だよ。いつもの300じゃない。これでいつもの300だね。はい、 OK、 15万1000。これ何、これ花嫁さんだ。誰もう多分、透明の人と、すごく上がってるね。な、え、どういうこと？ちょっと待って。600台焼けちって言ってる。はい。メンテナンス営業遅くなったけど、買うの花嫁ゲット。あ、もう、ひまりさんのキャラになってる。ああ、そうだね。やっぱり力士さんも言ってますね。買うの戦力が上がるねって。140万も上がるな。次が73万、次が127、次が126上がり。え、何の話これ。ああ、パーセンテージだからね。126万上がったら、なかなかね、戦力って上がらないから100？じゃあ、ここだけする？する？する？いくらへ？いくらなくなっちゃうの？ちょっと、ちょうだい。あ、いや、ちょうだい。最近、花嫁さんね、すごく戦力上がるから。これじゃちょっとかな。ちょっとじゃあ、メンバー誰いるの？校長さん。あ、よし、いるよ。よし、待って。あ、上がってる。あれ？上がってきたぞ、また。よしね、ダイヤがなくなっちゃっ、もう少なくて、とかな、とか、なんとかって言ってたんだけど、マーリーも取ったって言ってたよね。あ、でもマーリー入れてないね。これ、花嫁さん撮ったのかな？ねえ。見て、貢献度6万3000。結構、あれ、私多くない？これって。一気中さんすごいね。さすがに9万。前4万、何百だったよね。まあ、すごい上がってます。素晴らしいです。あ、なんか、ん？和菓子さん。
美味しそうだね。あ、2億。ちょっと、周りいるのかな。あ、カウンもいる。あー、皆さんやっぱり、押さえてるとこ押さえてますね、しっかり。はい。はい、ちょっとね。あれ、誰さんって読むのかな。ちょっとよく読み方が私苦手なんですけど。あ、見て、すごい。周りも、ねえ、おのおさんだし、ともえもさん、さなだもさん、うちもさん、それさ、うてるって言ったかな？すごいよね。みんな、待って。超シリーもこれだって、おのおさんの、だよね。限定だよね。わあ、すごい。みんな炎さんだよ。すごい。前回に動画、あれ、この差し元、さなぎちゃん。さなぎちゃんね、その後ね、ちょっといただいて、炎さん忘れてたとか言ってたよ。あれ？え、いないな。今いないね。どこかな？ちょっと待ってね。いただいたのね、やった。さなぎの周りを録音しちゃったの忘れて YouTube 見てあげました。で、さなぎちゃんが七星になってるらしい。でも、夫人に残ったね。はい。そんなにかかるのか。じゃあね、確保だけいたします。今ね、2億6995万。ちょっとメモするね。2億6995万。はい。はい。で、パンを、あと44個。あ、2個ある。これ1個いく。ダイヤは15万2000。何回？ 3 回ぐらい。10回引くと15個ぐらいは確か入手できると思うから、43個？ 3 回ぐらいかな。だから9000ぐらいで確保までいけるかな。はい、いきます。1回でもいいんだよ。2倍のとこいつも違うよね。はい。6000。はい。あ、ちょっと、これ来たん、50個。10の5だね。レインも来ることあるんだね。たまに優しいんだ。はい。誓います。あ、ここの、チーンね。あ、今回の著作権に引っかかるんだよ。はい。あ、綺麗な指輪。ミクがアクティブになってる。ここに招待したということは、きっと、大事なことがあるんでしょ。綺麗ですね、顔。買いました。あ、これ待って。これって、まだ、もう一段階ぐらい上がる？待ってね。あれ、上がるよね。え、ちょっと待って。今の、確保の状態で、あ、すごい上がったね。27引く。27。1。5。140万。140万上がったよ。確保で140万。はい。で、もう一段階上がります。2% から 3% になったね。レベルアップおめでとう。ありがとう。いくつ？
26992732730 1。あら306は、え、お、多いね。あれ、ま、間違ってる。もう一回やってみる。26995-273301。やっぱりそうだね、300万。え、306万。今回は200回で限定花嫁。ちょっと待ってください、200回でレベル9なのかな。そういうことだよね、ひまりさんならね。え、そうだね、200回。え、9レベル9。え、宇宙さんが76135100の上がりだよね。73127、次は126。え、ちょっと理解があんまりできないな。私は140-306。はい、え、もう上がらないかな。2段階かな。あ、まだでも丸ついてるよ。何これ。あ、もう1段階上がるよ。あ、4% だって。すごいじゃん。これでいくつかな。あ、また300ぐらい上がってる気がする。ちょっと待って、2、7、4、8、8、818か。18-26995。423？ あ、そっか。あの、そうだね。きっと140の、306-140だから、166だ。166で、ん？423-166-140、117かな、じゃん。そういうことかな。え、トータルで、140+165、166+117は423。そうに書いてるんだね、きっとね。ちょっと私の勘違いでした。で、76135の上がりだから、はい。1段階ずつだよね。はい。私が140-166-117でした。はい。ちょっとね、間違えちゃいました。勘違いして、771万じゃなくて、471万でした。はい。ただね、レベル3の 4% で471万上がって、実際に使ったダイヤが2900の10連を2回だから、5800ですよね。これで471万はすごくお得ですよね。今回ね、50個出たのもちょっとラッキーだったし、うん、今回のね、花嫁さん、総生命と総攻撃上がるから、すごくいいと思います。はい。まだまだ3億には遠いけど、はい、ちょっとずつね、強くなってる楽しさがあるよね。うん。はい。この子、マーリンも大好きで使ってます。はい。いいですね。はい。4月25日。はい。更新情報でした。今回の花嫁さんもおすすめだと思います。じゃあまたです。バイバイ。